はい、河合モンドです。ですね、車をですね運転しているとき、ね、重要なことは、重要なことは、やっぱりですね、360度警戒、ね、これは一緒ですよ、ね、護身術危機管理で言えば、360度警戒、ね、360度方向を警戒する危機警戒というやつなんですが、これは重要なことなんですが、ただですね、通常の例えば路上歩いてたりだとか、ね、路上歩行している状態、そういった状態であれば後方警戒だとかっていうのはできますよね。後方警戒の場合は直に見るっていうのが一番いいですからね。あとは何気なく見るっていう方法もありますですか、一番いいのはどうだろう、 何気なく見るのが一番いいのかな。直に見ると相手に、その行動が分かっちゃうと逆に良くないってことがあるので、やっぱりですね、何気なくさらっと見るっていう方法があります。でこれはDVD でも公開しておりますが、警戒方法、ね、それはいいですよね。で車の場合は直に見るっていうことはできないじゃないですか、ね、何気なく見るっていう方法はあるけれど、でもそれでも直に後方を見ることってできないですよね。だけど、どんな犯罪にも言えることなんですけど、基本はですよ、後方から来ることが多いんですよね。後方から襲われることっていうのは多いんですよ。なぜかというと、やっぱ死角になってるから、死角から襲うっていうのが襲撃者一番やりやすいわけですよ、ね。だからこれ、運転してても一緒ですよ。運転してても一緒なんですけど、煽りでもそうじゃないですか。煽り運転でも必ず後方じゃないですか。だから煽りなんですけどね。テールゲイティングとも言いますけど、後ろから、追尾される。やり方っていうのは一番襲撃者はやりやすい、犯罪者はやりやすい、わかりますよね、これ当然のことですよね。ただ煽りの場合はいろんな理由が重なってそういったことになるってことが多いですけどね。ただ単にゆっくり行ってるから煽られるとかね、後ろのその煽る人間がただ急いでるから煽ってるとか、大体そんなところでしょうね。ただ、犯罪もあるから尾行してそのまま襲撃をして強盗をするっていうやり方もあるでしょうし、そのまま強姦だとかそういったことにつなげていくのもあるでしょう。だからいろんなさまざまな犯罪の種類があるんで一概には言えないんですけども、ただ後方警戒するってことは車乗ってる場合これは重要です。基本はもちろん運転してて横から人が飛び出してくるとかね、ありますよね。全然分かんないところからいきなり来るとかドッと出てきちゃうとか車が出てくるとかって、それは交通の関係の話になってくるんですけど、犯罪でも一緒で運転してて、予測をするってことはこれは当然のことですよね。危機予測をするってのは大事なことじゃないですか。もしかしたら右からいきなり車が来るかもしれないし、だから基本はでも人間って運転してたら危機予測は絶対してるんで、何かがんが行って、だから前方っていうのは大体いいんですよ。前方を見るっていう、前方とか影から飛び出してくるっていうのは考えてるんですよ。だけど後方はあんまり気にしないですよね、実は割と、だから、基本は車に乗ってる時は後方警戒をしっかりする。でそれはもう当然のことなんですけど、これ皆さんドライバーの方なら皆さん分かってますよね、バックミラー、サイドミラーじゃないですかね。これ簡単なことですよね。直に見るっていうことが基本はやっぱり前向いていこうと運転してますから難しい。第三者が確認してくれれば別ですけど、助手席の方とかね、基本は運転してる、一人で運転してるとして、自分でできることってバックミラーを見ること、それからサイドミラーを見ることですよね。だから私の場合これ運転してても、後方警戒、いわゆるそのバックミラーを、よく見ますよ。バックミラー、それからサイドミラーもよく見ます。基本はバックミラーですね。バックミラーでさらっと見る感じ、じーっと見ない。じーっと見ると相手も見てるの分かっちゃうから、相手に気づかれないようにこっちは見てるっていう、監視してるっていうやり方です。はい、これは非常に重要ですよね。なるべく相手と目を合わせない、相手に気づかれないようにするってことは非常に重要です。ご注意ですね。で、一つちょっと余談挟んじゃうと、最近あった事件で、車に乗ってて、ね、車に乗ってて、ある人間が、これは、犯罪を犯したもの乗ってて目の前に車があったのかな。でその運転席に乗ってた人間、ちょっとそこのところすいません定かじゃない、ちょっと忘れたとかあるんで、もし何かあったらテロップな下入れますですか。で相手と目があったと、ね、で目があって自分のことを睨んでたとかなんとかいうことで、なんか降りてって暴行を加えたって事件が最近ありましたよね。あれでもそうなんですけど、やっぱり視線が合うってことは良くないですよ。ただ、たまたまあんたの後ろ見てたよでは通用しない。
たまたまあんたの方向を見てただけだよって通用しないんですよ。だから相手のことを常に考えて、ね、相手と視線があったら良くないとか、相手の方向に視線が向いてたら良くないってことを考えてください。これ私常に考えてます、はい、だからその視線っていうのは一つの線で、なんていうのかな、レーザーポイント、レーザーポイントというかレーザーみたいなもんですよ。ピュッと出てるという線がフュッと出てるという感覚で見てると分かりやすいですよ。そうすると今自分が視線をパッとこう出してると、ね、でそこの先には誰がいるか人がいるかとかなるとダメじゃないですか。そっちの方に視線を出したらダメなんですよ。出すって言い方しますけど、いいですか。だからそれと一緒で後方警戒する時も相手は絶対このバックミラー見てる可能性が高いので、ね、そうやって多分狙う人間だったら接近したら見れるじゃないですか。前の人間のバックミラーから相手の顔って分かるじゃないですか、大体。だからそれでも気づかれないようにさらっと見る感じ、はい、で尾行されてるとか何らかの理由でつけられてるっていう状況だったら、普通の煽りじゃなくてね、普通の煽りならまたいろんな方法ありますよ。まあこれはちょっと前回出したのもあるし DVD でも紹介してますけど、まあこれちょっとつけられてるなっていう状況だったらね、もう最悪ですよ。これはもうダメなんですけど、基本はスマートフォンとかでいじったらダメじゃないですか。だけど最悪これはちょっとまずいなってなった時はね、状況に応じてもうこれは確実にやられると。例えばナイフが見えたとかね、なんかもうすごい状態で煽られて事故起こしそうになったとかいろんな状況であれば、そのまま、まあ通報することできますよね。スピーカーフォンの状態にして通報することもできるし、ね、もうそのまま最悪話す必要もないですよ。そのまま通報すれば位置で分かるんで、大体警察はね位置で分かるじゃないですか、まあ、そういったこともできるし、もしくは、GPS 機能を利用して、間近の警察署だとか派出所だとかそういったところに逃げ込むっていうやり方、まあ最悪ですね、コンビニに逃げ込むという方法もあるんですけど、ただね、コンビニの場合は、まあ、コンビニに入って店員さんに通報してもらうという方法もありますよ。当然あるんで、それはもうオプションとして絶対は持っといてほしいんですけど、ただコンビニの中まで入ってくる場合ってありますよね。前そういった事件ありましたよね。実際コンビニの中まで入ってきて刺されたとか、追い込まれたとかっていう方法があるんで、コンビニの中だから助かるとか、コンビニに逃げ込んだから助かるってわけじゃないですよね。だから、まあ、一番いいのは多分警察かな、警察署だとかそういう換気のところに逃げ込むっていうのが一番いいかなと思いますね。ただまあ交番でもいない場合もありますけどね。ただカメラはついてるんで、そういうことだと警察署だとか交番に逃げ込むっていう状態っていうのかな、そういうのを見せつけるっていうのも抑止効果としてはあると思うんですよね。コンビニに逃げ込むんだったらコンビニの中でやっちゃいいじゃんってなるかもしれないですけど、警察関連の施設だったら、いやちょっとまずいかなって言って相手に思わせるっていう方法ありますよね。だからそこのところ非常に難しいんですけど、ただコンビニだとか明るいところに逃げ込むっていう、まあ、例えば、最悪ですよ、何もなかったらそれにある家に逃げ込むとかってこともありますよ、当然、うん、助けを呼ぶっていう形でねありますけど、ただ追い込まれてやられるってこともあるんで、警察っていうのは一番いいかなと。警察署だとか、消防署だとかそういったとこかな、消防署とかって開いてたりしますもんね、うん、そういったとこに逃げ込むとか、まあ病院とかかな、病院とかだと救急外来関係、救急外来の関係でやってるかな、深夜とかの話ですよ、まあ、昼間だったら逃げ込むとこいっぱいあるかもしれないですけどね、夜間でやっぱり後ろから追尾されるとかって怖いじゃないですか、車で、うん、後ろからね追尾されるって怖いじゃないですか。だからそういったことを考えるとやっぱりそういうとこかな、緊急で入れるとこって言ったら、家とかでもどんどん叩いても出てこない場合もあるでしょ、車止めてバーッと降りてくるんでしょ、ってなると、まあ、他のオプションとしてはそうですね、車の中に籠城するっていうやり方でしょうね。車の中に籠城した状態でただ籠城しっぱなしになっちゃうんでね、相手ガラス割って入り込まれるともう終わっちゃいますよね。ただやれちゃうとなっちゃうんで、まあそこからいろんなオプションありますけどね、これはまあ煽り運転、対煽り運転護身講座の方で私公開してるからあれなんですけど、まあそうですね、催涙スプレー使うとか、まあ、催涙スプレー使うのが一番いいのかな、相手にかけるぞって言ってかけるんじゃないですよ、隠しといて相手に見えない状態で奇襲攻撃的に死角からかける形ですよ。でまあ眼球を中心にかけてしまったら一発ですから、ポリスマグナのレベルだったらな、でそういうのを使うとか、まあ、もちろんこれ車内の中で例えば使用したりするともちろんこれ当然のことですけど、第三者とか自身に、
被害を被るということも当然ありますからね。そこのところ、まあ、鼻を覆ったりだとか、ね、まあ、呼吸器を覆ったりだとか、まあ、鼻だとかしたら呼吸器を覆ったりだとかいろんなことをしてやってくださいね。時間かける場合眼球とか来ちゃいますからね。そこのところも私全部紹介してますけど DVD なので、はい、まあ、そういったことかな。大事なことは最悪の場合ですよね。まあ、そこでスタンガン使うのかサイレスプレー使うのか、ね、何もなかったら虫除けスプレーっていうか、まあ、虫除けスプレーっていうかあれなんですけど、なんだろうな、まあ、弱いところで言うとゴキジェット、うん、でいいところでいくと、まあ、強いところでいくと蜂をスプレーの11メートルぐらい飛ぶやつを至近距離でぶっかける、うん、まあ、もっといいところ行きゃベアスプレーかな。ベアスプレーなんだ。サイレスプレーっていうかベアスプレー、熊除けスプレー、まあ、油性なんでちょっと有害なんですけど、まあ、聞きゃいいですよね。自分の命が助かるんで、そこのとこは、まあ、後から考えいいだけの話でしょ。自分がやられちゃったら終わりだから、はい、まあ、そこは当然わかりますよね。だけど法的な部分をなるべく守った方がいいんで、そこのとこちゃんと頭使ってやってくださいね。頭使うってことでしょ。でも頭使うのってすごく難しくて、犯罪の合ってる時っていうのは多分理性的なとこってあんまり作用してないんですよね。もうパニクっちゃってるから完全に。よっぽどね、爆発踏んでれば別ですけど、そういう経験ないじゃないですか。私だったらいろんな経験あるけど、ないじゃないですか。普通の方って大体ないパニクることでしょ。だから事前に考えてください。事前に考えてシミュレートも何回も何回も繰り返しやって、だけど実践って別物なんだけど、やってない、もう事前に何にもシミュレートも何にもしない人よりは全然いいので、何にもやってなくてど素人の人一番危ないでしょ。何のシミュレートもしてない、何にもしてないの、何も持ってない、一番まずいです。そうしよう、一番まずいと思いますよ、それが、うん、パニクるなんてもじゃないです。それは何にもシミュレートしてないんだから、そういうことです。まあ、段階はあれと、シミュレートしてたらだいぶやっぱ違うっていうことですね、普段から。で、あとは装備品かな。そういったものを装備してる。一番いいのは公式のものね。公式の護身具を持ってる。ってことはいいですよね。サイレスプレーだとか、スタンガンだとか、ね。そういったものを持っとくのが一番いいです。ただ、鈍器系統になると分かりますよね。携帯の場合は。これも当然制限出てくるし、ね。自分の敷地内のあれでもないから。分かりますよね。戦敷地内じゃないから。鈍器だし。殺傷能力高いしということで、あと扱いが難しいしってことになるんで、そこのとこで私ならサイレスプレートがスタンガン持つ。なぜかって割合簡単だから、練習必要だけど、練習するだけど割合簡単だから、絶対的に一番ダメなのは素手ね、はい、素手でいくのが一番まずいですと、まあ護身具といえば同じですけど、防護盾を持つってことかな。それはもう何もなければバッグとかでもいいですよ。ただポリカーボネートのものを用意してる方とかいます。ただポリカーボネートのものとかって明らかでしょ、見た感じちょっとおかしくないですか、食事とか受けた時。だからそういったことを考えると、ちょっとポリカーボネートはどうかなと。だからでもそれは持ってたからって言ってどうってことないですよね。あのポリカーボネートは逮捕するぞとか、ダメだもんこれ違法だよとかいうことはまず基本ないでしょ。ポリカーボネートなんかついてたら別だけど、ポリカーボネートの縦になんか尖ったもんついてたら別だけど、それポリカーボネート持ってたからっつってあれですよね。基本はですよ。ただ明らかな縦ってのはどうかなと。私はやっぱりなんだろう、このやっぱ法治国家じゃないですか、日本、当然ですけど、まあ、海外の話はまた別にしますよ。法治国家、今日本で私たち暮らしてて、日本国民として暮らしてて、凶悪犯罪って当然ありますけど、こんな法治国家であってもね。だけどやっぱり一番大事なことは馴染むことだと思う。馴染むことって、あと自然に溶け込むことだと思う。自然に溶け込んだ形で、武装する、防護するっていうのが私は一番正しいと思います。だからアイテムもそういったものをね、やっぱり選んでいかないとダメだと思います、はい、いろいろねありますけどね、なんだっけ、ナイフとかあるじゃないですか。ナイフでなんだ、ナイフ持ってたとかっていう話も結構多いじゃないですか。武装してたとかって話、日本って結構あるじゃないですか最近。だからナイフはもうこれ当然おすすめしないですし、携帯です。家の中に持ってる分とか問題ないし、まあ山長いって多分キャンプとかするんだったら、正当な理由があるなら問題ないですけど、普段の生活においてですよ、ナイフが出てくる時ってあんまりないと思います。ナイフが出てくる時って犯罪者はありますよ。だけど私たちがナイフを持ってるということが出てくることはあんまりないと思います。だから私たちがナイフを持つべきじゃないと思います。そういった正当な理由を持って、そういったアクティビティをする以外の話をしてますよ。じゃあそこですよ。まあ、そうだな、山に行って山に行くときにそういったの持ってるって話だったらどうなのとかって話になりますけど、いやそれでもどうだろう、来たやつに対してブスブスとかってちょっとならんかもな。それは
やっぱ過剰覚えとかになってるでしょ。だからそうだな、最悪まあ自分は襲われてるからまずいから脅すぐらいになるかもしれない。それは実際にブスブスブスっていうことは、よっぽどの状況のない限りないかもしれない。っていうかその前にサイルスプレーだとかベアスプレーだとかスタンガンだとか使った方が、あとフラッシュライトもあるのがまだ効果的でしょう。私はそう思います。はい、だからナイフを持ち歩く場合は気をつけてくださいってことですね。あとドンキ系ね、ドンキ系一番いいのは合法ドンキがいいですよ。合法ドンキっていうのは、ね、身の回りのものを使用してそれをドンキにするというやり方が私はいいと思います。はい、ということですね。ね、なかなかね、難しいですけど、まあ、今話したのは話の中心っていうのは何かって言ったら車ですね。車で運転している時に、襲われたらどうするっていう話です、ね、そこですね。まあ皆さん一番多いのは煽りなので、ね、煽り運転の対処法ってちょっと私動画で見せましたよね。はい、ということでちょっと気をつけていただきたいと思います。はい、それでは、ね、次回お会いしましょう。あ、トンネルの中ですけど次回お会いしましょう。リアルご真実をぶちかます。